ついに SFC 版ドラクエ5で、最初の街で仲間にできる最弱級モンスターのみで、物語屈指のボス、ゲマ戦を、レベルを99にゴリ上げるという力技で突破してきました。見てください。先週からこんな薄暗い地下で地下水をすすりながら生きながら得たみすぼらしいモンスターたちを。他3人とも凄まじい勢いで押し合いながらそこの汚い地下水を奪い合ってますよ。そりゃそうでしょう。食べ物なんてあるはずなく、先週から1週間ずっとそこの地下水しか飲めなかったんですから。3人とももう精神的に極限状態でも不思議ではありません。よくとも食いしなかったな。てか3人とも体汚すぎるでしょ。ちょっとその地下水で洗ってあげましょうよ。そうですね。動画が始まる前にそれくらいならいいでしょう。じゃあヨウムン、スラリンさん水に浸してあげて。はいよ。ほれほれ、スラリンさん。こっち来てドブのような地下水で体洗いましょうね。なんじゃこりゃ、スラリンさん水に浸した途端水が真っ黒に濁ってとても飲めたもんじゃなくなりましたよ。どんだけ体汚かったんだよ。もう汚染物質に体毒されてんだろうな。そろそろスラリンも買い替え時かな。まあやることやったしそろそろ外に出ましょうか。え、まだ宝石取っただけでドラゴンオーブ手に入れてなくね。あ、やべ、そうだったわ。前回ゲマとゴンズ倒して竜の目の宝石手に入れただけだった。なのでこれからもう一回塔の中に戻って、先ほど取った竜の目の宝石をはめ込んでオーブを手に入れていきます。そしてこの上からロープをまた垂らしてっと。クックルーさんが一人ずつ爪で挟んで下ろすだけでよくね。なんでわざわざロープを降りていかないとダメなのよ。え？だってそこまでの時給出してないからね。クックルーさん結構そこら辺きっちりしてるから。払われた時給分の仕事しかしないんですよ。しっかりしてんなあの鳥。まあいいですよ。ここで竜の左目を入れてっと。あれ？合わないですよ。そりゃそうだろ。右目に左目入れてんぞ。服笑いみたいにこんなになってる状況ですよ。いやそこまで崩れてねえだろ。そして竜の像に目を当てはめていって。これまで閉じていた口が開いて、悪感でした状態になり、この中に入ることができるようになります。これ前の方から下に落ちれたらそのまま下の上に降りれるのにね。どうしても横から出ないと落ちれないという不便さ。やっほー。じゃあ、スラリンさんお尻で踏んづけちまったー。生卵床に落とした時みたいになってますね。そしてスラリンの形を整えつつ、竜の像の口の中へ。ん？なんかスラリンの野郎の形おかしくねえか？あ、便利そうだからこんな感じに手つけときました。今すぐ外せ。そしてついにこのボブルの塔の目的、ドラゴンオーブをゲットすることに成功です。そして天空城へダイレクト直帰。ダイレクトと直帰がまた意味かぶってますよ。それでは急いでこのドラゴンオーブを、親友プさんに渡してあげましょう。なんかめっちゃ触手受けてんすけど。とりあえず兵士の話を聞いてみましょうか。ちゃんと事情を説明すれば分かってくれるはずです。なになに？この男が城に潜んでいたことが問題になっていると。いやどう見ても潜んでねえだろ。こんなに堂々と玉座の前にいる侵入者も珍しいわ。さっさとドラゴンオーブを渡してあげないとかわいそうですね。ここでプさんに先ほど取ったドラゴンオーブを渡すと。冴えないおっちゃんだった見た目がなんとドラゴンの姿に変貌。いやプサンさん結構見た目鼻あるからな。意外と飲み会にあれいたら普通に盛り上げてくれるタイプだぞ。そしてあまりの衝撃からか、部下から呼び捨てにされる始末。ただ慕われてないんじゃね。すげえな。ドラゴンになった途端偉そうになったぞ。昔パッとしなかった奴が10年後同窓会で会ったらめっちゃ偉くなってて困惑するパターンですね。そしてマスタードラゴンから天空の鈴をもらいました。メルです。あ、これ同窓会での現実が受け入れられずにまだ昔みたいにマウント取りたがってるやつですよ。だからまだ呼び捨てに。分析点でいいわ。それではこれよりついに魔界前最後のダンジョン、大神殿へ向かいたいと思います。大神殿はこのマスタードラゴンでないと入れないほど高いところにあるため、とてもロッククライミングをして登れるものではありません。煙とあれは高いところが好きと言いますからね。そして大神殿に到着。まずは入り口から右側にある駐屯所で伝説の鎧を手に入れておきましょう。てかこの大神殿内部って主人公絶対に入るの？言われてみたらそうですね。だからこれから先の戦闘は、実質このブラウニーとスラリンさんの二人で挑まないといけないことに。主人公はもう戦闘始まったらメガザルさえ使えばいいだけだから。そしてまずここに安置されている天空の鎧を取っておきましょう。まあどうせ誰も装備できないんだけどね。ここで見張りのモンスターとの戦闘が発生しますが、まあただの雑魚敵なので問題はないはずです。主人公は開幕早々メガザルで退場。そして残り二人で攻撃して一気に仕留めていきたい。考え方としては、一ターン目で主人公がいなくなれば、戦闘に影響は全くないので、仲間は一ターン目から動いていいという考えです。てかスラリンの野郎暴走していきなり倒しやがったな。まあ主人公は何も影響を与えていないので問題なしとします。そしてここで伝説の鎧、天空の鎧をゲット。
まあ伝説の勇者なんて今いないので誰も装備できないけどね。それではこれより大神殿に入っていきましょう。まず入った先で、再び強制戦闘が発生するのですが、なんか信者と間違われてお祈りを強制されます。やべえな。2年前に妖文がマルチ商法で騙されて殴り込みに行った集会みたいな雰囲気ですよ。てかスラリンさんまで流されてマーサ様万歳って叫んでます。普段気弱いくせにみんながやってたら乗っかるのかよ。やっぱスラリンはそっち側だったか。それでは戦闘開始。ここのイベント戦も相手自体は雑魚敵の部類なので、普通に攻撃するだけで勝てるはず。先ほどの失敗から、念には念を入れて1ターン目は主人公だけに行動させて、メガザル使ってもらいましょう。そして2ターン目から行動開始。と言ってもブラウニーさんには打撃。そしてスラリンの野郎にはせっかくなので灼熱を使わせてあげましょう。たまには見せ場を作ってあげないと、最近いじってばかりだったからね。へそ曲げて企画参加しないとかってダダこね出したらめんどくせえし。ちなみに最初のターンではスクルトを使ったのでもうノーダメージです。てかスラリンさんいじられてばっかだけど、普通に強いからな。スクルトからゾーラル、回復の瞑想から灼熱まで普通に技だけはトップレベルですよ。そしてこれよりこの第5章の最初のボス、ラマダ戦へ突入。せっかくなのでステータス紹介をしておきましょうか。HP は実は2000。そして完全1回行動で、マッチョ面の割にマヒャドやベギラゴンなど呪文が得意という。そして後ろに置かれたビアンカ像。それでは教祖様に話を聞いてみましょう。あ、だって、あいつなら棺桶の中にいるじゃねえかよ。あ、そうだったわ。これ主人公がいないとイベント進まないんだったわ。ちなみにスラリンさんはザオラルを覚えているので、主人公を生き返らせることもできるんですが。その場合、先ほど使ったメガザルのせいで MP がゼロの状態。今ボス戦に入ってもメガザルを使えずにモンスターだけにするのに苦労する。だからどっちにしろ一旦町まで戻って全開にして帰ってきましょう。しゃあねえな。こないだうちのじいちゃんが餅の土に詰まらせてさ、あんな苦悶の表情見たことなかったよ。どんな話してんだ、不謹慎すぎるだろ。それではこの宿屋で一泊して全開にして再び大神殿に戻りましょう。夕飯に出たサンマのお刺身、美味しゅうございました。その時この見つめ合う二人に、電流が流れた。流れねえよ、てか流すな。そして再びマスタードラゴンの背中に乗って、ラマダの末大神殿に突入。てかなんで大神殿の周りだけ雲ついてんのよ。え？演出でしょ？大神殿の土台のところから常に霧噴出してんのよ。そしてこれからこのパチモン教祖の尋問へ。なんか主人公のお母さんっぽいですよ。え？そうなの？そんな話聞いてないけど。事前に言ってくれてないとギャラなんて用意していませんよ。なんかパパスさんの恥ずかしい話を暴露してくれるとのこと。つまらない話でしょ？何捏造してるんすか？まあ夫婦生活も長いだろうから不満もあるでしょう。話でも聞いてあげましょうか。やばいですよこのお母さん。なんか勧誘してきてますけど。むむ、でも顧客にいらずんばこじ追えず。ここは教祖に仕えてでもパパスさんの恥ずかしい話を。どんだけパパスの恥ずかしい話聞いてんだよ。てかつまらない話って何度言えばわかるんだ。結局パパスの話は聞けずに、もらったのは全くいらん祝福だけ。もちろん祝福という名の呪いですのでお間違えないように。これ全員呪われるんよね。なのでブラウニーさんも呪われてしまい。最後はスラリンの野郎もっと苦しめばよかったのに。なんでスラリンさんだけいつもそんな扱いなんだよ。くそ、うちの母ちゃんに化けるとかふざけんな。騙されたじゃねえかよ。いやむしろこんな化け物が母ちゃんに化けて押し通そうとするとかどんだけずうずうしいんだよ。てかその前に息子なら気づけ。それでは5章最初のボスとなるラマダ戦へ。ラマダは見た目に反して打撃だけではないので。スラリンさんがスクルトで頑張ってもそこまで意味はない。なのでまず主人公をメガザルで退場させた後。ブラウニーさんにはファイト一発でバイキルトを。そしてスラリンにはスクルトをやってもらってからファイト一発を。この陣形で一気にラマダの HP2000 を削りにかかります。ラマダの攻撃で特に怖いのは激しい炎かなと。って言ってるそばから来ました。ブオーン戦でもそうでしたが、全体に60ほどのダメージを与えてくるのは回復が間に合わない。ラマダは打撃ももちろん強いっちゃ強いので、スクルトはちゃんとかけて守備力を上げておいた方がいい。これもう回復なんて二の次にしてバイキルトの攻撃で突っ走れば、HP2000 ぐらいなら削り切れますよ。と言ってもそんな捨て身の攻撃はできればしたくないのが本音。ある程度削ってからならいいけど、今は丁寧に祝福の杖で回復させたい。ブラウニーさんの攻撃は普通に200以上効いてるので、まあ10回も攻撃する必要はないかと。しかもラマダはボスなのにいてつく波動を使えないから、最初に補助系呪文で固めたらあとはもう楽勝になっちゃう。でもそれはあくまでも通常の戦闘ではですね。今は回復手段も祝福の杖ですので激しい炎連発だと追いつかなくなる。それを祝福の杖で遅らせつつ、その間にブラウニーさんが攻撃で仕留めてくれるのを願うばかり。
そしてここでついにスラリンさんもファイト一発を使い攻撃に参戦表明。ここからダメージが今までの倍になるので一気にスピードが上がりますよ。ここまで来たらもう攻撃一辺倒で最後仕留めに行っていいっすよね。てかスラリンの野郎ただのいいとこ取りじゃねえかよ。そりゃスラリン周りから嫌われるわー。今日その理由が判明しました。そしてラマダは助走の罪で無残に裁かれる。そういや助走してたことになるんか。まあその格好してたわけだから。キモいな。そして競争を倒したスラリンは、その後競争になり変わり、スラリン教を立ち上げたのでした。めでたしめでたし。いやめでたくはねえだろ、あいつが競争とかお先真っ暗だわ。足元で階段を見つけて冒険再開。ここから大神殿の内部に潜入する本番です。回復に戻ろうかと迷ったんですが、面倒くさいという思いが先行したのでそのまま突き進みます。もちろん雑魚敵と戦ってももう何のメリットもないので、レベル的にも 100% 逃げられるから全逃げで行こうかと。てかなんでスラリンさんが先頭なんだよ。今までずっとブラウニーさんだったじゃんか。さっきのラマダ戦で最後仕留めたから調子こいてんすよ。主役は自分だと言わんばかりに先陣切って突き進んでます。もう言及にしろ。てかそういえばここの大神殿内に見張りが二人くらいいるけど、あいつらに話しかけたらどうなるんだろうね。やったことないや。それじゃあせっかくなのでやってみましょうか。いきなり食われそうになってんじゃねえかよ。せっそうねえな。どうやら話しかけたら戦闘になるようですね。普通わざわざ話しかけたりしないから知らなかったけど。まあ普通の雑魚敵戦だから特に準備する必要もないでしょう。全員で一気に攻撃して1ターンで仕留めに行きます。またスラリンさんかよ。どうしちゃったの？気合入りすぎじゃない？さっきサインの練習なんてしてたからな。これ調子こいてこの動画の最後で自分のグッズの宣伝とかしかねないぞ。しかもメンバーシップとか始めたりでしょ？勘弁してくださいよ。そんなスラリンさん見たくないんだから。どうやらこの二人目の見張りも同じく話しかけたら戦闘になるみたい。まあこいつも同じく攻撃を速攻でして仕留めていきたいなと。よっしゃー、今スラリンさん殴られましたよ。くそ、でも一発だけだったか。何やってんだ龍戦士。お前の人生こんなところで終わっていいんか？そしてここからついにこの大神殿最後のボス、イブールとの決戦へ。イブールのステータスは以上の通り。HP が4500なので、倒すまでに時間がかかるのがどう影響するか。そして攻撃は1回行動だが、完全ローテーション行動となります。ここでピエールさん使ってベホまで回復させようか悩んだんですが、どうせならこのスラリンさんたちだけの物語にしたいので使いません。残り HP もだいぶ不安になってきてますが、もうその分一気に戦略で攻めて倒して勝ちたいと思います。そしてなぜか馬車を呼んでくれる優しさを見せるイブール。ありがとう、イブール。それではこれよりイブール戦の開始へ。イブールは完全ローテーション行動のため、攻撃パターン自体は完全に読めてしまう。だがしかし我々はそんなことお構いなしに、攻撃一辺倒で今回仕留めに行こうかと。今回は馬車を呼んでくれたイブールさんの意気込みを買って、クックルーさんを入れてファイト一発は使わないでいきます。まずはブラウニーさんには攻撃。そしてスラリンさんは全く意味のないスクルトを。じゃあなんで使わせてんだよ。いや、久しぶりすぎてイブールさんがどんな攻撃してくるかすっかり忘れてた。よく調べたら、痛恨の一撃しか打撃系は使わないから守備力意味ないんよな。てかイブールさんの輝く一壊滅的な威力じゃないすか。一気に流れ変わりそうなレベルでしたよ。今の残り HP 的220前後のダメージは脅威でしかないな。とりあえずクックルーさんはバイキルト使わせてもう捨てます。そしてスラリンさんは瞑想を使って全回復へ。とりあえず世界樹の雫を使えば一気にひっくり返せはしますが。できれば使わずに勝ちたいという謎の欲が湧いてきたので、このまま回復は祝福の杖と瞑想でいきたいと思います。いや思いのほか生き残っちゃったクックルーさんどう扱っていいかわかんなくなってんじゃねえかよ。もう考えた結果最後まで攻撃させておこうかと。で、次が痛恨の一撃のターンだから誰に行くかというところ。これはまずいですね。ブラウニーさんが食らったからもう HP が。でも祝福の杖の回復量だと回復しきれないし。でもこのターンはイブールは防御のターンだから。やっぱり主人公はブラウニーなんだよなー。防御は会心の一撃はダメージ軽減できないので、これで一気に HP を500以上削れたことになります。いやでもついにイオナズンでクックルーさんが天国に。これはもう世界樹の雫を使うしか手がないですよ。ってことはクックルー無駄死にじゃねえかよ。ここで世界樹の雫を使いました。さすがにブラウニーさんは捨てられないので。まあスラリンさん一人でも瞑想があるからなんとかなるとは思うけどね。しかしスラリンさんが仲間を見捨てるなんてことはできない。だからブラウニーさんを回復させて、二人で力を合わせて打倒します。クックルーさんは仲間じゃなかったのもう世界樹の雫はないので、二人の HP がなくなる前になんとかイブールを仕留めたい。てか何気にスラリンさんまで会心の一撃を出しました。くそ、あとこちらの HP は300か。あとイブールの HP ってどれくらいなんだろ。他に気にした方がいいのはファイト一発の残りの数か。正直舐め切っててそんな多く持ってきてないから、切れたらまずい。まあイブールさんは自動回復は持ち合わせてないから、こっちが攻撃し続ける限りいずれは倒せるけどね。
そしてここで凍てつく波動がやってくる。再びファイト一発を使わないといけないけど、ラマダ戦でも使ったから残りの数が心配。この1サイクルも耐えられないでしょうね。なのでそろそろなんとかギリギリで終盤前最後のボス、イグルーを仕留めることに成功した。見事に最弱級のモンスターだけで、最後のステージ、魔界へと駒を進めることができたのでした。そしてイグルーさんは上司ミルドラースに見限られ。え？解雇するにしても何週間か前とかに通知しないとダメなんじゃないの？そしてここで魔界へ行くための最後の指は、命のリングを手に入れました。そしてリングにはほのかにまだ母のぬくもりがあったという。え？それ持ってたのイグルーさんじゃないの？イグルーさんの体温で温められてただけなんじゃ。そしてついに大神殿をクリアしたので外へ出ましょうか。お？なんかイベントが起こるようですね。何のイベントっすかね。さっさと外に出てシャワー浴びてくつろぎたいんすけど。ん？なんか名前を呼ばれているような。あれ？マーサって主人公の娘の名前じゃないっすか。言われてみたらそうですね。娘からの通話かなんかかな？おい大丈夫かよ娘ちゃん。なんか主人公のお母さんとかわけわからんこと言い出してますよ。どうなってんだ。何が起こってるのかさっぱりわからん。最近のおままごとは相当レベルが高いんですね。もうお父さんである主人公を息子だと信じきって迫真の演技してるじゃないですか。てか誰がこんな喋り方教えたんだよ。三丁さんお世話係だろ。何してたんだよ。てか今魔界にいるとか言ってなかったですか。おい三丁、お前娘ちゃんの子守ちゃんとしろよ。娘ちゃんグランドニアから勝手に出て魔界まで行っちゃってんぞ。おいなんか達観してんな。お母さんのこと可愛い奥さんとか言ってんぞ。てか子供ってお前のことだろ。一体娘ちゃん精神年齢何歳なんですか。現代のままごとのレベルの高さを思い知った後、我々は耳を塞ぎながら逃げるように外へ飛び出したのでした。そして嫁が地上に再び爆誕。そして約10年越しくらいに、家族との団らんを過ごしたのでした。それでは今回はキリがいいので、この魔界突入の直前で終わっておきましょうか。おい名前のせいで気持ち悪いことになってんぞ。それでは主人公もビアンカさんの胸に飛び込んでママって言いながら終わります。あまりに危ないから城の兵士が止めに入ってきましたよ。くそ、邪魔すんな、今いいところなんだから。